どうも朝のレポートありがとうございます特に今回は食糧難に関することでしたね私ねちょっとねこう重いんですよあの確かに食料品日本に入ってこなくなると思いますけども高くても入ってくると思うんですよね逆に言うとお金が出せるる人は生き残れると思うんですよだから今例えば3キュッパーとか2キュッパーとかいろいろ商品並んでますけどもこれが10倍になっても食費ぐらいを賄えるように稼ぐ力をね身につけとかない,といけんなと思うんですよね なんかね全体的な物価を見てると日本はまだ物価高っていうのは本当にそこまで急騰してないなって気はするんですよ。これは各業者さんのご努力に要するものかもしれませんし何らかのちょっと不正があるのかもしれませんけどもでもどちらにしてもねあの例えば鶏肉豚肉牛肉、まあ、私がスーパーに勤めていた時とほとんど単価一緒なんですよね。ほとんど一緒です円って未だにあるし チキンでで、ね、でももね 100g38 円特売出てるんですようーんなんか物価や税金のことを考えたらこんなになるはずないんだけどなぁと思いながらまあ製品をね手にしてるんですけども多分これどっかで無理が効かなくなってきてドカーンと価格を突き上げる日が来るんではなかろうかと思うんですけどもねまあそのためにもどんなに値段が高くても食料品ぐらいは買えるようになっておきたいなと思いますね。はい こちらこそね、朝のつぶやき、本当お疲れ様でございます。これからもよろしくお願いします。